ローディアサ、ローディアサ、ローディ・チョウ、とは、15世紀後半から16世紀初頭にかけて、ガンジス川流域とパンジャーブ地方を中心に、北、インドを支配した、デリー・スルターン・アサの5番目のアフガンケス・ラーム王朝、1451年から1526年、長母院を無視して、ローディ・チョウとも呼ばれる。首都は、デリー・アーグラ。初代のバフルール・ローディ 在位1451から1489は、パンジャーブ地方で独立した、サルダール、指導者と呼ばれる、アフガン人の有力者の一人であり、1451年に、サイードアッサから、政権の異常を受けて、スルターンに即位して、ローディアサを建てた。バフルールは有望だが貧困に悩む、アフガン人の傭兵を招き入れ、アフガン人の歴史家、 アッパース・サルワーニーの表現を借りれば、アフガン人は、イナゴの大軍のように、スルターン・バフロールのもにやってきて仕えたという。バフルールは、東方のウッタル・プラデーシュ地方の支配をめぐりジャウンプル、スルターン・アサとの戦いを進めるにあたり、1479年、ジャウンプルを占領して、ジャウンプル王国を滅ぼし、王国の半島を息子たちや親族に分割した。 1489年、バフルールを継いだのは、デリーするターンアサの最後の名君とされる息子、シカンダル、ローディー、在位1489から1517である。シカンダルは、インド北西部のマールワー、ラージャスターン、グジャラートの支配を目指したが、ラージャスターンには、ヒンドゥーのメーワール王国、グジャラートスルターンアサには、 マフムード・ベガル派という有力なスルターンがいたために、まず国内の支配を固めることに心を砕くことになった。親族の中で分割された王国を激しい戦いの末、統一を固める一方、スルターンを平等な部族連合の第一人者程度にしか見なしていなかった、独立心の強いアフガン人のサルダールたちを服従せるために、サルダールたちを各々起立させ、 命令書を送った時には、街の外へ出て行って受け取るようにさせたり、横領などの不正に対しては厳罰を持って臨んだ。このこと自体は、わずかな効果しか得られなかったが、ローディやサの国内は安定し、国内は強盗や山賊が出ない安全な道路となり、日用品の物価は安く安定した。シカンダルは、農業、経済政策に力を入れ、 ガッツイシュカンダリーという新しい尺道法を制定するとともに穀物の入試税を廃止した。また、地祖台帳を作成させた。ガッツイシュカンダリーの尺道法はムガル帝国時代まで引き継がれ、地祖台帳はスール朝のシェールシャー時代の地祖台帳の基礎となった。シカンダルローディは偏京な信仰を持つと評されるほど正党派イソラーム教徒を辞任し、 イスラーム教徒の飲酒など、シャリーンやイスラーム法に反する習慣を厳しく禁じ、ヒンドゥー教徒に地図ヤを課税し、寺院を破壊した。文化振興策にも関心を示し、アラビアやイランなど、あらゆる地方の教養人を宮廷に招くために、学者、哲学者、文学者に広大な免税地を与えた。 スルターンの力によって、いくつかのサンスクリット語の著作や音楽作品がペルシャ語に訳された。このため、ヒンドゥー教徒でもペルシャ語を学んで、様々な行政上の職に就くことはできた。また、東部ラージャスターンとマールワー、グジャラートとを結ぶ交通路を制する目的で、1506年より、シント・アーグラの建設に着手した。アーグラはやがて、ローディアッサ、 第二の首都と称されるほど大都市になった。1517年、シカンダルが死去すると、息子のイブラーヒームローディー、在位1517から1526がこれを、継いだ。イブラーヒームも不王に習い中央集権体制を、目指そうと試み、アフガン領主たちを従えようとした。また、名はある王国のラーナー・サンガーを倒そうと、 遠征軍を起こしたが、これには、停滞敗北を起死し、追い返される形になった。しかし、パンジャーブのダウラとハーン・ローディなどは、息子を宮廷に派遣してしばらくはイブラーヒームに、従い、バーブルの使者を追い返している。1520年以降のバーブルの攻撃で、イブラーヒームとバーブルの間を揺れ動いた、ダウラとハーンが降伏すると、いよいよ、ローディや里バーブルは、 直接退治することとなった。ダウラとハーン・ローディが揺れ動いている間に、メイワールのラーナー・サンガーも、ローディアサを背後から叩くように、インドに侵入するようバーブルに誘いかける死者を送っていい。1526年4月21日、バーブルとイブラーヒームは、デディ・キンコーパーニーパッドで激突した。少数ながら鉄砲を有効に用いたバーブルによって、 ローディー・アサの大軍は打ち破られ、パー・ンニー・パットのイ・イブラーヒームも戦死し、ローディー・アサは滅んだ。戦闘後、デリーとアーグラは、バーブルの支配下に入り、ムガル帝国のインド支配の足固めがなされることになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。